はい、今日もあなたと百姓天国。本日は6月12、水曜日ですね。今日は快晴かと天気予報で言ってるんですけど、なんかそんな感じじゃないですよね。雨が降ってきそうな感じでね。いやいや、天気予報は当たらないですけどね。今週末ぐらいからまたずっと来週にかけてずっと雨予報が出てるのでね、頑張ってそれまでに植え付けとかやりたいんですけど。さあ、今朝一番でね、コーヒーカフェオレ飲んでね、ちょっと目を覚ましてます。最近本当眠れなくてね、年取ってくるとやっぱりほら、寝るのに体力が必要になってくるわけじゃないですか。やっぱ体力の衰えとともにね、で疲労はずっと溜まっていくわけでしょ。だから状況としては最悪ですよねでね、やっぱりね、安心して眠るっていうことがね、何でしょう、皆さんどうですか、できます？俺はね、もうね、ここ特に千葉を出てからのこの5、6年は5年ぐらい経つのかな、ほぼ1日たりともないですよね。本当になんかこうほら、枕に頭をつけてこうさあ寝ようかと思っても、なんか体に力が入ってるじゃないですかね。いろんなことをこう考えたりいろいろする、でそれがやっぱりさ、もうずっとこう状態化しているわけでね。だから休んでるんだけど寝てるんだけど寝てないみたいなね、それがこう溜まっていくと本当にこう寝れなくなってくるんですよね。はい、ということで、そんなこと言っててもせんないことですけど、さあ今日はね、雪化粧かぼちゃね、もう道具いっぱい持ってきて、今日は雪化粧かぼちゃをね500株植えます。千葉時代の記録とかね、いろいろ調べてみたんですけど、千葉の時はだいたい1800から1000株ぐらい、だからこれの倍やってたんですね。はい、で年間にね、だいたい3000株から5000はやってないみたいですけど、3000株以上やってたんで、そうするとやっぱりね、畑はだからそれだけでも4ターン、かぼちゃだけで5ターンぐらいはやってたってことなんだろうねと思ってね、そうなんだと思ってね、調べて、俺をね、どうやってやってたんだろうなって今更ながら思いますけど。はい、ということで今日はね、これを植えるんで、まず穴を開けなきゃいけないんでね、まず穴を開けていきます。奥行きね、60m、70はないと思うけど50はあるのでね、 50m ぐらいあると割とね計算しやすいですよね。だいたいオーガニック栽培の場合はね、まあ超大規模じゃなければね、5ヘクタール以内であれば50m ぐらい、 5、60m が多分一番やりやすいんじゃないかなと思いますね、量的にもね。はい、よくらせさあまず穴開けということでね、今日植えて雨降ってくれると助かるんですけどね、数を数えなきゃいけないんでちょっとそれ以外は話せませんけどね。1株まま80でいこうと思ってます。2、20、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、ここで半分。あ、ちょっと短いな。36、37、38、
39、40、5センチ短くします。40、50、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70。はい、まあまあですね、多少余裕持たしておいてね、あとで足らない場合はこっちの後ろの方に植えていけばいいのでね。ちょっとこういう風に斜めになってるとね、ちょっと向こう側狭いですから、多分増やしていくことになるかなと思いますね。これで70ね。はい、頭揃えなきゃいけないんで、向こうからこうやってこなきゃいけないね。道路側の方をね、こう人が通ったりするので、向こう側をね、あんまり奥にやっちゃうと、あのつるが伸びてね、迷惑かかるので、できるだけ道路からこっち側、畑のこっち側、奥はね、別にこちら側に後ろに引っ張る分には全然問題ないんで。意外とね、かぼちゃベッドのキツキツまでやるとね、えらいことになるので、ね、つる返しとかあんまりできないんでね、道路に行ってしまうと迷惑かかるんで、できるだけ3メーター以上ね、さば読んで向こうをね、揃えるようにしないとね。いろいろ気を使ってやらなきゃいけないんですよ、農業というのはね。あって普通のお宅もあるしね、当然ですけど。よいしょ。それじゃなくてもね、オーガニック栽培というとね、まず言うと、そういうふうにオーガニックでやってるとかって基本的にはね、あまり言わない方がいいんですよ。なぜかというと、草だらけにされるって思われるんですよね。はい、オーガニックとかあれか、薬剤使わないってなると、お前ら草だらけにするんだろみたいなね。それはそれで困るんですよね。はい、行きましょうね。こっからそこまでが結構ほらね、3メーターぐらいあるんで、ツルは多分そこまでは伸びないと思うのでね。はあ、しんど。1、はい、2、3、はい、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、
50、51、52、53、64、65、66、67、68、69、70、はい、この後ろのね余ったところにはね冬瓜とかをねドーンと20株ぐらいあって、こう後ろにね冬瓜があればね、そんな作戦でもあるわけですけど、こうやっていちいち穴開けるようになんかコロコロ転がすやつとかね、専業の人たち持ってるんですけど、俺の場合これ1年に1回ですからね、多分コロコロ転がすやつね、80センチのやつとかってあるんですかね、うん、まあ残念ながらねそういう道具を作ったり買ったり、そこまでのねもっと1000株ぐらい、ね、でもまあ将来的にはね分かんないですね、増やそうと思ってるのはね人参でしょ、里芋でしょ、ね、この辺だったらいくらでも増やせますんで、しかもどうせ作るわけですからそれを倍にするのはそんなに難しくないんですよ。雪化粧かぼちゃもねこれ去年のだいたい去年300、今年500にしてるんですよね。でまあこれでうまくね余らせずに売りさばくことができれば、別に1000にしたっていうわけですね、1000だったらちょうどまだあちらね、ここの向こう側かぼちゃはね2月3月よく売れるんですよね。結局ほらこう1個コロンと持っていくだけのことなんで、でオーガニック栽培でもね、あの人参とか根菜類ね、里芋もそうですけど変わらないじゃないですか、でほとんどその見た目も含めてね全然変わりませんので、よいしょ、はいはい、まだまだ行かないといけないですね、はいはい、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、70、はい、あと3本ね、しんど、
はい、ということでね、いや、やっぱり暑くなりそうですね。はい、ほっとけクリタンが活着しましたね。活着するとああやってね、大きくなってきますんでね。向こう側ね、マルチ麦も大きくなりました。はい、ということで、今日は育英小カボチャガンガンね植えるということでございます。それではまた。